皆さんおはようございます。2014年2月23日第一礼拝を始めていきます。ではその前に総額の中で主を持って臨みたいと思います。
主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたの御威光は天で称えられています。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者を沈めるためでした。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美いたします。この聖日も主が兄弟姉妹一人一人を招いてくださり、この礼拝に預かれることを本当に感謝いたします。また聖霊様を歓迎いたします。どうかこのところに聖霊様が今いる一人一人の中に働いてくださり、またこの教会に豊かに臨んでくださり、賛美の上に、またメッセージの上に、また証しの上に、また全ての中に主が働いてくださり、本当に私たちが新しい霊を受け、また本当に主を喜ぶ霊に満たされて、この礼拝を終えることができますように、主が導いてください。また今日行われている全世界での働き、また格別私たちに関係のある春巻の礼拝、所沢の礼拝、またフィリピン、ミンダナオ島のマレーシア市の礼拝、またオーストラリアの働きの上に、主が本来の働きの上に主が臨んでくださり、どうかそのところでも主の技を一歩一歩進めていってくださいますように、特に奉仕をされている教育者の方々の上に、格別なるあなたの憐れみと力が与えられますようにお願いいたします。また私たちのうちでも、この弱さを覚えたり、また病の中にいて今日来れない方々もいます。また問題を抱えながらも、本当に主と共に歩もうとしておられるお一人お一人もいます。主が本当にその祈りに応えてくださり、本当に今日もあなたの技が、癒しの技、解放の技、救いの技がなされますようにお願いいたします。また私たちが本当にこのあなたから力を受け、本当にこの光地の塩としてお役割を果たすことができますようにお願いいたします。また今日は格別と新しい赤ちゃんが今日教会に来られたことを感謝いたします。主がその赤ちゃんにも働いてくださり、本当にあなたと共に歩む人生が今日からスタートしていきますように、神様がこの時を祝してください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。続いて先ほど賛美してまいりますと、紹介書135番、136番、今の間389番を歌います。
聖書朗読はダニエル書1章1節から16節となります。ダニエル書1章1節から16節。大日本の聖書ですと、教会にある聖書ですと1328ページ、また第3版の聖書ですと1447ページとなります。司会者の方で朗読させていただきます。ダニエル書1章1節。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを行為した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカリデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダの部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに他の名を付け、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはサデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名を付けた。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与え食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの通う路とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだった葡萄酒等を取りやめて彼らに野菜を与えることにした。このところから10日間のテストと対して主が皆の中に葡萄酒を通して語ってくださいます。ではその前に322のご奉仕をお願いいたします。ここに花
生ける神、また全能の神、あなた方一人一人を創造したものであると称せられます。さらにこの年、この教会の計画、また
画を私はこの成し、この成し遂げようとしていることを覚えなさいと主は仰せられます。あなた方もこの一歩ずつ前に進むとき、また私の声に従おうとするとき、その計画が一歩ずつ成就していくことを見ると主は仰せられます。私はあなたを見出し、あなたをこの岩の中からこの引き出し、またあなたのこの人生において私を表し、私の大いなる祝福にあなたを導いてきたと主は仰せられます。あなた方の過去もまた今もこの未来も、私がすべてこの私の道を歩むとき新しくし、またその中に私が介在し、またその中で私が技を起こしていくことを覚えなさいと主は仰せられます。このあなた方がどうしようもできないと思っている過去においても、また現在においても、私は確かに働きと私に従う者の中に介在し、またその逆転の技を私はその中で起こしていこうと主は仰せられます。ハレルヤ。それではもう一度今の宮川淳さんの演奏を、イエス様の恵みで。まだ洗礼を取りませんが、はい、受けた方ですので、はい、お子さんを神様に捧げようという、はい、その信仰で、はい、権利式を求めてこられましたので、はい、それに従って行います。この後でクリスさんも洗礼に預かってください、はい、お名前はあゆりさん、名字はさわせあゆりさんね、あゆりさん、それでは契約聖書のサムエル記下第1、サムエルの第1、一章26節、27節、28節、そこを読み出します。ハンナは言った、サムエル記の1章の26節から28節、ハンナは言った、王、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、この私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子の生涯は一生涯を主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した、はい、この子の一生涯は、この子は一生涯主に渡されたものです。はい、それでは、
それではお願いします。天の神様、ありがとうございます。そしてその姉妹があなたが授かったこの幼い愛理さんに心から皆をあがめ賛美いたします。すべてのものはあなたから来ることを心から感謝いたします。この授けられた幼子をあなたが今受け入れ、どうぞこの子の生涯をあなたが豊かに祝福してください。どうぞ格別このお母様の強い、また家族を祝福し、その祝福がこの子の上に豊かに臨みますように。どうぞ霊肉の健康を豊かに祝し、この子の生涯がどうぞ主の栄光のために豊かにどうぞ用いられ、またどうぞ神様祝されますように助けに導いてください。どうぞ神様、経済の上に、また肉体の健康の上に、またどうぞ魂の上に、あなたの祝福がどうぞ伴いますように、捧げ導いてください。世の光、地の塩としてのどうぞこの子の生涯が豊かに用いられ、多くの人々にとって祝福の子供とされますように、助けに導いてください。お願いいたします。お父さん、お母さんを格別どうぞ祝し、家庭を祝福してください。イエス様の平安がこの子の生涯にどうぞ絶えずどうぞ伴っていきますよう、助けに導いてください。今日この時を心から感謝をいたします。一切の栄光をあなたにお返しいたします。感謝をし、イエス様の名によって信じてお伝えいたします。アーメン。はい、それでは、そうですね、愛理さんですね。はい、今何キロぐらいなんですかね。あ、何キロですか。1ヶ月経ってますね。あ、2ヶ月、2ヶ月。はい、はい、アレルギー。